富山国際大学附属高等学校は、富山県富山市岩海寺水口に所在する私立高等学校。富山県発の私立高等教育機関として、開学した富山女子短期大学の附属校として1964年4月、前身である女子校、富山女子短期大学附属高等学校が開校した。1990年に系列大学として、 富山国際大学が開学、高校は富山国際学園の岩海寺キャンパスに含められた。1992年に教学科に伴い、校名が現在の富山国際大学附属高等学校に変更され、カリキュラムも3コース制が導入された。2002年4月から4コース制に移行。2004年に文部科学省より県内の私立高校発のセレの指定を受ける。 2005年のコース改編により、現在は3コースを要する。2007年に、文部科学省より2期目のセレイ指定。2011年2月、県内の全日制高校初の5階建て校舎が完成。さらに、2012年2月には3階建ての東館も完成した。2012年8月、県内の高校初のユネスコスクールとして認定された。 志高し知性を磨き明るく清く健やかに、進展する社会に応え、また、人間の真実を追求して、取得体の全人教育を目指す高い知性、豊かな上層、健全な心身、そして、自他敬愛、自主自立の精神の寛容を目指す一人一人を大切にし、豊かな個性を育み、優れた能力の開発を目指す、国際感覚を身につけた、問題発見型、 問題解決型の生徒の育成を目指すユネスコスクールとして ESD 教育を推進する自己表現力の寛容を目指して ICT 教育を推進する授業、課外活動の両面において国際理解教育が進められている。特に国際英語コースでは2度の海外英語研修の実施やグローバル、スタディーズといった授業が開講されている。また国際理解講座や ホスタープランの参加、研修旅行などを通じて国際感覚を磨く機会が準備されている。生徒の留学に関しても積極的である。英語圏に限らず、非英語圏への留学も増加しているほか、長期留学をした生徒を対象に留学による単位の一括認定が行われており、長期留学をした場合でも3年間での卒業が可能になっている。 毎年5から10名程度が長期留学している。また、帰国子女や長期、短期の海外留学生を積極的に受け入れており、常時5名前後の留学生が在籍している。多数の外国籍の生徒も在籍する。ありがとうございます。